こんにちは、飛鳥塾の中山です。まだ私が若い頃、心が体を動かすということを何度も何度も師から聞かされました。まだ若い私は自分の意識が可能な限り生活や活動、運動のすべてをまず意識で動かすということから徹底してやってみようと決めました。無意識で体が動いている通常の動きを、面倒くさいことではありますが、あえて意識をした後に動作を行うのです。例えば車のドアやハッチを閉めるときにも、通常は無意識に 手を動かして閉めているものをわざわざ意識して閉めるのです。もし無意識に体が動いてしまってドアやハッチを閉めてしまったら、再び三度と意識をして閉め直すのです。何のために？自分が無意識の中で動作をしているものをもう一度意識のレベルに落とし込んで、脳に改めてインプットし直したかったということもあります。当時は暗中模索の状態で武術を極めんと必死でしたので、今やっていることが無駄になるなどとは思う余裕もありませんでした。どうなるかわからないものでも信じるしかない心境でしたし、私の前には他に進むべき道は何も見えなかったのです。心は体を動かす、このヒントだけを手がかりに真っ暗闇の中を手探りでさまよっていました。しかしその時は何も見えなくても、確証のないものだとしても信じ続ければ確かに女神を微笑んでくれるのだということを自分の体で知ったことが一番の悟りでもあったと言えるでしょう。まさに心が体を動かすのです。思いが何かを引き寄せるのです。信念が空間を変えてしまうのです。未来は変えられても過去は変えられないとよく言われますが、そんなことはありません。例えば過去に許せない人がいて、その人を憎んだとしても、もしその人を許せる時が来たら、その時過去も同時に変わってしまうのです。そうです、過去も未来も自分の心の在り方次第でどうにでもなるんですよ。全ては心が動かしてしまうんですから。ではまた。最後までありがとうございました。